オッケー、先行ひろた高校生や DJ セロリガマッサイ。地下芸人としてのプライド、規模は違えど誇り持つ舞台上。 Yo ライドン、うわライド、俺はザイオン、目指すよ真っ赤な太陽。ライオンすら噛み殺すドブネズミ、今日は撲滅式、撲滅式。 Yo ドブビーツに乗った俺ヤバい。地下芸人みたいなこと言ってるけど、俺だって一瞬で売れたわけじゃねえ。1円1円1年1年重ねてここにいるんだよ。俺だって貧乏自慢なら団地で24年間育った。猫の交尾がうるさくて受験勉強できなかったことあるか。お前はでも過去を振り返ってるんだよ、ヒストリー。俺は一人一人のヒストリー、自分のストーリーでこのイストリーゲームに勝つためにストーリーさせないようなストーリー。俺は普通の人間、真っ当だから普通が普通であることを誇るばかりが勝つねわけじゃねえ。普通の人間がこんな髪型すんなよ。クレイジーなこと言えやなんやねん、お前どういう意味やねんこのキャラクター。イエー、お前なんやバランみたいなバランバランってやっていくシュレッダーで散髪したんかい。イエー、お前教えてくれその散髪や。終了。さあそれでは第一ラウンド判定に入りたいと思います。 Let's judge。お願いします。赤、青、青、青、赤で勝者ひろた。はい、一本目はひろたが先取いたしました。まあ、ひろた君割とその前半本当畳みかけるようなライムがガン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 来たのがすごい響いていて、相手に対して悪口ばっかり言うんじゃなく、まあ自分が普通が普通であることを誇るとか、まあそういうようなあのしっかり自画自賛になったところがすごいヒップホップを感じました。まあちょっと自分のリリックサンプリングされてちょっと機嫌もいい。ご機嫌です。はい、ありがとうございます。サンプリングとかでちょっと機嫌良くなったら初心者どうしていいか分かんないですね。そういうことですよね。ちょっと分かんねえよサンプリングは正直今日。正直そこまでは分かんないですわ。でもあのせいやさんとこの五分だったと思うんで、しっかり勝ち切れるように気引き締めて頑張ります。ちょ、初めて土がついた感じなんですけど、うん、けどやっぱ芸人最強トーナメントだから、うんっていうのをせいやさんは貫いてると思うし、うん、むしろ逆境こそ力に変えるのもヒップホップの魅力なんで、よろしくお願いします。ヒップホップとお笑いをよろしくお願いします。そうですね、ちょっとずっと勝ってるの3-2なんで、ちょっと 5-0 の勝ちみたいなと思ってます、うん、ぶっかましてください。では行ってみましょう、第2ラウンド。先ほど先行だったひろたさん、先行ここどちらにしますか。高校でお願いします。はい、オッケー、先行せいや、高校ひろた、 DJ セロリ、カマッサイ。ライムよりレモンだろ、果汁 100% だろ、やっぱサンプリングわからんわ。イエー、このシャツなんか粗品みたいな顔で気になんだよ、それ恋か嘘かわかんねえけどお前にできない。もう一回トロサーモン久保田さんと戦う羽目になる。ありがとうございます。お前カラスの行水派どういう意味、お前はここで応援してくれて舞台はありがとうございます。いいね、モノマネできて。俺はモノマネできないから、理想の自分になることだけにかけて生きてきてるから、わかる、それあなた言ってることが堂々巡りしてるから、フローがドープになってないからどうも興奮しない。そこんとこどう、頭停止しちゃった。ドープは知らねえ、昨日もソープに行ってラップに備えたぜ。 Yeah、 もうまだ出してない引き出しいっぱいあるんだよ、そろそろ出せ、お前はまだ早い、実は俺の中の2軍で戦ってたんだよ、俺をそろそろ出せ、お前2-1、おい俺が出てくる、さあ赤鬼が出てくるぜ。俺を見てくれ、普段ふざけてコミカルなんだ劇場ではな、でもふざけるやつがふざけず真面目にラップやることの方が面白いって俺は信じてんだ、その信念でやってんだ。アンタグランドはグズグズ煮えたがってる、地中からのアッパーカット、下からくらつかせてうなずかす。終了。さあ第2ラウンドの判定に入りたいと思います。 Let's judge。お願いします。